ムユミ類は、初期有用膜類のグループで、爬虫類の絶滅分類群。ガワ爬虫類、またはギハ虫類ペレプテリアとも。パレーアサウルスなどが、この分類群に属する。かつては分類学において、亜この階級が与えられ、ムユミやことされた。以前は、亀の先祖とされたこともあった。頭蓋骨の眼下口部領側に、側頭窓と呼ばれる穴を持たないことが、 特徴の一つである。しかしながら、これはあくまで初期の獅子動物に見られる祖先的な特徴であるため、側頭窓を持たないものすべてがこのグループに分類されるわけではない。かつてはカメもこのグループに分類されていたが、DNA の解析の結果、ワニ、鳥類など主流類に禁煙であることが判明した。また、石灰質の乱獲を持つこと、発達した。 腹肋骨など他の無ゆみ類の生物にはない特徴を持つなど解剖学的な面からも無ゆみ類とは別系統であるとされた。かつては初期有用膜類のうち側頭窓を持たないグループはその特徴によりすべて無ゆみや甲という分類群にまとめられそこからそうゆ類と単ゆみ類が派生したとされてきた。これを構成していたのは背イ類や中リ類、パレーアサウルス類、 そしてカメ類などであった。しかし近年分岐学などの発達により、このグループが人位分類群であることが明らかとなったため、無弓や甲は解体されることになった。側頭窓を持たないという特徴は、これらの生物の類縁関係を示すものではないからで、ある。中流類は、爬虫類の姉妹群とされ、合わせて、竜弓類を構成する。背流類に至っては、カプトリヌス類。 シームリア型類、ディアルクテス類などまでもがまとめて分類されていた。ちなみにこの名は共有形質とされた原始的な両方型の椎骨の形状に由来する。しかし現在ではカプトリヌス類の実が爬虫類とされ、他は両生類に分類し直された。またカメ類は側頭窓が二次的に閉じたそういう未類であるとされた。結果、パレーアサウルス類など、 ガ爬ハチウ類が、無弓類として、神聖爬虫類と、姉妹群を成すものとされた。神聖爬虫類のうち、眼下後部及び髪型に似体の側頭窓を持つものが、そう弓類である。これは、顎筋の付着部を拡大するための適用であり、これにより彼らは、噛む力の強化及び顎の稼働の拡大をすることが、できた。トカゲ、ヘビ、昔トカゲ及びワニ、 鳥類などが属する。戦術のように、カメ類はこのグループに属するとされる。また、かつて、ヒロミ類と呼ばれたグループも、この系統から派生した。竜ユミ類と分岐したもう一方の大グループを、単ユミ類と称する。このグループは、眼下鉱部の一体の側頭窓を特徴とし、石炭気中期には、竜ユミ類など他の有用膜類のグループから分岐していたと思われる。 石炭気候気から三条気前期に反映、また新生代には哺乳類が反映している。ありがとうございます。